この上古墳は、静岡県沼津市の足高三南六の尾根城に位置する前方公園墳である。1970年2月19日に沼津市の史跡に指定された。1999年、沼津市の遺跡発掘調査により、就航が確認され、就航幅は約12メートルと推定、長塚古墳と同規模であることが分かった。しかし、 出土遺物は、弾き壺の道部破片一点だけであり、年代特定には至っていない。前方部にこの神神社が混流されている。この神古墳の敷地内説明看板には、石室の一部が発見されたという記述があるが、1999年の地下レーダー探査では、石室は確認されていない。 分級長46メートル前方部20メートル後円部計26メートル高さ3.5メートル長径推定10メートル内部主体の構造と服装品については未調査であるため不明である。埴輪及び吹き石などの外部施設はない。1999年のトレンチ調査時に周合内の副土から弾き壺の胴部破片1点を出土。 所在地交通アクセス関連施設周辺古墳の中に位置する神社。祭神は大和朝廷に駿河国像として派遣された、もののべ県石井の地であることと古墳を祀るために作られたことが推測されている。社有地は785平方メートル。創立年及び経緯については不明。1947年に宗教法人となり、その時に 神社の建物自体と土地を無償で譲り受ける。1905年当時神主であった野脇義平の手により、御両局から払い下げられ、神社として保安されるようになる。1964年10月に社殿を再建している。祀っている地紙は以下の通り。構成される建物は以下の通り。なお1957年の報告書では、標高25メートル。 長軸の長さ48メートル、後円部の計27メートル、前方部の開き14メートル、高さは後円部4メートル、前方部2メートルと考えられている。境内の石道路には、関園に留射期四年9月吉日の文字が刻まれているものがある。ありがとうございます。